はい、どうも、メッスでーす。木曜日ということでね、週刊 FP とアイコニックモメントが来ました。アイコニックモメントは今回ね、来ません。はい、全員持ってまーす。はい、いらないっす。でですね、週刊 FP 今日来たわけですけれども、いや、なんかさ、視聴者と、なんだろう、ウィレ配信者との、なんかね、こう、発言に差があるなーっていうような感じがして、なんかね、まあ、かけそば新作とかのサムネ、まあ内容は見てないんですけど、まあいつも通りね、まあサムネ詐欺みたいな感じで、なんか最高峰のガチャとかって書いてあったけど、いやメンバー見た時に、最高峰とか思って、またこいつサムネで釣ってるわとか思って、で、メロンパンさんとかね、なんか配信タイトル見たら、ね、熱々ななんか周回 FP みたいなタイトルでやってて、と思って、本当に熱いのかなと思って、まあもう一度よーく見たんですよ。熱いです。はい。暑いですね。はい。暑かったです。まあ、正確に言うと、めっちゃ強い選手がいるって感じですね。まあ、この辺はね、また後ほど能力をざっとね、ちょっと見ていこうと思うんですが、これどうしようかなと思ってさ、今、フック修道ってやってるじゃないですか。で、一発目ね、かけそばに勝って、これ、ごめん、ちょっとまだコスト上げきれてないんですけれども、第2節のね、相手決まって、これどうだろう、みんなの意見をちょっとまた聞きたいと思うんですけど、対戦カードって発表した方がいいかな？どうなんだろう？一応ね、次の対戦相手はもう決まりまして、第2節の。どうしようかな？まあ、今回は発表しようか。で、今後、なんかね、内緒にしてもらった方がワクワクするとか言っていうのであれば、まあ、ね、その試合当日というか動画が上がるまで、隠そうと思うんですけれども、とりあえず次の対戦相手は、執念ボンバー！はい。ボコボコにされた執念ボンバーにアポを取って OK をいただきました。で、対戦するのがね、土曜日ぐらいなので、まあ、動画がどうかな、日曜日は多分ちょっと厳しいかな。まあね、日月火あたりでね、どっかで上げれればと思うんですけれども、第2節は執念ということで、いやー勝ちたいね。で、そのために今日 FP ガチャで当てていきたい選手を見ていきましょう。はい、ということでね、まあ、ラインナップパッと見たときに、あれ、そんな熱いかなと思ったんですよ。で、プラスね、俺がなんかこれ渋くねと思ったのが、このカマビンガね。カマビンガがさ、なんかね、まあ、パッと見たときに、おカマビンガだって思うじゃん。でもやっぱアップデートでプレイスタイルが変わったプラス、なんか総合値100いかないよね。まあ、総合値だけではないと思うんですけど、まあね、そのプレイスタイル含め、細かな能力見ても、前、ね、当てた全員持ってる、まあ、課金できる人は全員持ってる、投票 FP のカマビンガに比べると、やっぱちょっとね、物足りなさをやっぱり感じるんよな、このカマビンガ。てか、周回 FP の方が、ね、強くすればいい、なんなんだろうな、その能力査定がね、まあ、直近の試合に影響してるとは思うんですけど。なんか、もう終盤でね、ほぼ、多分ね、もう終わりに差し掛かってる、週刊 FP で、なんか能力をもうね、もうガンガン、まあ上げすぎてもあれだけど、せめて前回のね、投票 FP は超えるぐらいのなんか強さが欲しいところですけどね、どうなんでしょう。はい。で、まあそこでね、渋ガチャかなと思ったんですけど、デブライネ、過去最強らしいです。これデブライネ欲しいね、マジで。今ね、バッターリア監督にしたんですけど、中盤のね、層がちょっと薄くて、今週はね、結構中盤狙いたいなと思ってる FP で、中間補強枠で一人中盤入れたいと思ってるんで、このデブライネね、俺的にはなんかあんまりね、結構なんか、使ってる人は正直あんまり見ないんですけど、割と個人的にはね、プレステの方でも結構好きで使ってて、アプリの方でも使っていきたいっていうところですね。ジョルディアルバはいいかな。ジョルディアルバはノー選挙で、キーパーはもう開かない。はい。で、ラウタロ。ラウタロは、ラウタロもありっちゃありだけどな。まあ、前線は割と揃ってるんで、まあ、三角ぐらいかな。で、エデゴア欲しいです。強い。エデゴア強いよ。まあでもね、チャンスメーカーだったよね、確か。そこがちょっと微妙なところではあるんですけど、まあ能力の方は申し分なしというところで、いやー、エデゴアも当てたいっすね。エデゴアあり。で、テオエルナンデス。テオエルナンデスもあり。アップデ前が守備的だったっけ、確か。で、できればね、まあ、ね、5バックだったらまだ攻撃的でいいんだけど、俺本当にさ、守備めちゃくちゃガンプレしちゃうから、まあもうそこを直せって感じなんだけど、まあ守備的サイドバックの方が正直
好みというか、まあ使い方にもよるとは思うんですけど、あんまりねサイドバック攻め上がらせるっていうのが俺にとっては結構リスクで、インナーラップサイドバックね守備的の方が好きだったので、まあ三角かな。でも、うん、全然強いと思う。テオルナンデスも能力的には。で次この選手リース・ジェームズ強いよね。めちゃくちゃ強い能力、体も強いし、ピンね、スキルもだいぶ優秀だし、うん、使っていきたいね、リス・ジェームズ。まあ、攻撃的サイドバックなんでね、ちょっとね、今のバッターレアで、守備崩壊しないかどうかの不安はあるんですけど、ぜひとも当てたい。はい、で、次、フェリピ・アンデルソンさんは、まあね、これ CMF できればよかったんだけどね、なしかな。はい、できました。一番欲しいです。リサンドロ・マルティネス。一番欲しい。めちゃくちゃ強い。で、俺さ、復讐道のスカットにノーマルの、リサンドのマウンテンするんで、これは、そのまま、何、チェンジということで、週刊 FP 補強枠とかではなく、強化枠っていう感じでね、アップデートできるんで、いやー当てたい、ぜひとも。リサンドのマウンテンスはもう最優先だね。一番当てたい。で、カマビンガは、まあ、正直当てても、育成はしないかな。で、フェーブル。なんかよくわかんないけど、強いらしいっすね。うん、中盤できるし、今週当てていきたい。まあ、まんべんなく強いって感じかな、能力的には。よし!ということで、なかなか喋ってしまい申し訳ありませんでした。では、行きましょう、1回目。お願いします。頼む。頼むよ。あー、イタリアちげー。リサンド・マルティネスじゃない。さ、誰だ?これ、あー、お?誰?誰だ?これ、テオエルなんです?え、違うよね。え、顔はテオエルなんですだけど。え?あれ?テオエルなんですって。AC ミランでしたっけ?あれ?さ、前の動画でもさ、何?バッターリアのね、メイン動画の時もそうだったけど、お前サッカー知らなすぎだろって案の定いっぱい来ました。はーい。知らないです。ごめんなさい。悲しいよ。おい!マジか、かぶんなよ。うわ、だる。嘘でしょ。うわー、だるい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 。まあ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 、しゃあない。まあまあまあ、5回中ね、2回かぶるのは、まあまあまあ、あるでしょう。頼みます。お願いします。オランダに落ちてほしいな。リサンドロ・マルティネス。頼む!オランダ!あー!これは誰?あー、カマビーかー。嘘でしょ?あー、マジか。いや、育成はしないかな。あと2回しかないんだけど、気づいたら。ちょ、頼むよ、ガチで。さあ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 、お願いします。オランダ、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 おいおいおい、リサンドロ・マルティネス、リサンドロ・マルティネス、リサンドロ・マルティネス、大勝利、大勝利、よっしゃ、きたー、引きました、ナイスー、うわ最高。あとはデブライネか、そうだなー、エデゴワあたりを引けたら万々歳かな。さあお願いします、ラストね、デブライネお願いします。エデゴアでもいいよ。あらららら、これはこれはもう余裕の勝。あれ、おーエデゴアはい、大勝利です。素晴らしい、今日いい引き、素晴らしい、ナイス引きでした。珍しいな、こんなにいい引きなのも。気分いいわー。これ執念ぶっ倒せるわー。完全に。おい!終わったな、執念。